山さん、俺おしっこがしたい。バカ野郎、早くしろ早く。引こうとしやがったんだ。何も引こうとなんかしやしねえよ。おじい、俺身長の洋服こんなにしやがってよ。すみません、これで勘弁してください。なめんじゃねえこの野郎、金が欲しいんじゃねえよ。じゃあどうしろって言うんです。ご機嫌な車だな。え、まるでサラブレッドだぜ。おう、おめえちも乗れ。これから錦糸町までドライブとしゃれ込もうぜ。え、いや俺も結構だよ。お、俺も残業続きでよ、眠たくて眠たくて、うん、橋、お前来るんだ。勘弁してくれや谷山さん、俺はまだ見習いすら。明日は早出でグレーンの掃除しなきゃ。ダメだ、国の先輩として俺はお前を男にする責任があるだな。来い。来いや。君、気をつけてやっておるため。御堂じゃないのよ。こちらおビールね。はい。あ、いらっしゃい、谷山ちゃん。あ、まあ、こいつ国の子合いだ。お、じゃじゃ飲めよ。患者は旦那も言ったぞ。まあ、また沢の課長さんに。達者ね、谷山ちゃんは。達者が一人。谷山さんは大したグレンタイだに。バカ野郎、俺は労働者よ、グレンタイじゃねえ。お、覚えてるんだ。浜松の訓練所に貼ってあったうちの募集広告よ。給与よし、年3回賞与、宿舎厚生娯楽設備完備って書いてあったずら。はあ、俺も5年前にあれに引っかかってよ、入ってみたらどうだい。銭は安い、寮に畳はねえ。厚生施設はどこにあるって聞いたら、バカ野郎便所があるじゃねえかって昔があった。ちしょう、1000人もの労働者がいながら労働組合もねえ。朝から晩まで働け働けで人間様並みに息もつけねえ。そこで考えたね。よし、俺は俺なりにバッチリ楽しんで元を取ってやろうってな。おはじ、出なくても人間こことここ次第よ。まあ、大船乗ったきでじゃんじゃん飲め。せーの、たすがれまぶたの都。よし、その調子。それでこそ演習も練習するの怖いだ。谷山さん、課長だね。ん、あの課長。ああ、先日はごちそうさました。おかげで女房が喜んだよ。ねえ、谷地君。あ、この谷山に棚を作ってもらったんだがね、なかなかどうして本職裸足だ。機械工場はいいですね、家族的で。いや、僕ら事務系とはどうも冷たくて。まあ一つには上に立つ人の人柄もあるんでしょうかね、うん、課長さん、あなたらこの林に手伝わせたんです。今日はその俺ってことで。まあほどほどにしとけよ、体に毒だからな。はあ、ほどほどに頂戴しております。まあさあさあ、お話はあちらあちら。おい、ちゃんとこだやれよ。
君は酒はダメだったね。あ、酒もタバコも、うん、何しろ工場一の堅物ですからね。じゃあね、こちらにジュース差し上げます。はい。いただきます。うん、ねえ、田口君、最近工場内の空気がおかしいと思わないかね。と申しますと？極秘情報だがね、工場内に全金の秘密組織があるらしい。全金？全国金属労働組合のことだよ。君詳しいんじゃないの？え？いや、一向に。本当？勉強家を取ってる君が。いや、現場でも中堅であるべき君はさ、そんなことじゃ困るよ。ねえ、課長。うん、どうも、お待ちどうさまでございました。どうも。どうぞ。いいかい。ごゆっくりね。さあ、どうぞ。全国金属労働組合、略して全金はだね。総評参加の組合で組合員総数22万1000、委員長の名は畠山幸三。ちょっと待ってください。得意のメモが出たな。宮林君、もっと肝心なことを教えてやりたまえ。あ、全金が個人加盟の労働組合だということだ。あ、個人の資格で加盟できるという特徴を生かして、一人二人と巧みに職場に組織を作る。それが強力に膨れ上がって激しい闘争を挑みかける。つまりね、労働組合のベトコンなのさ。経営者にとっちゃ疫病神だ。うちの社長も大変神経質になられてね。で、何名ぐらい加盟してるんでしょうか。機械鋳造成功と分けて。それが分かるぐらいなら苦労はせんよ。とにかく危険な目は見つけ次第踏み潰すことだ。君たち大学では将来の幹部だ。くれぐれも工場内の様子に気をつけてくれたまえ。あいつらとは違うんだからね。9時まで残業すら。ちょうどいいお時間よ。今夜な、宝石情報の量だ。
若い子が300人。へえ、やるだろんだろよ。今日はもう勘弁してくんな。もう、くたくただに。おう。俺たちの仕事はな、出来高払いのおめえ、業務制だ。だからといって、じゃんじゃんおると、一回当たりの単価下げてきやる。仕事なんて適当にやったらいいんだよ、適当に。家庭と思ってたんだけどな、あの腹でも下したんじゃないのかな。さあさあ、課長と組長が来た。早くね。あ、課長、正面板の方へどうぞ。小村さん、また機械が行かれたんですか。懲罰用の旋盤だからな、賃金に文句つけた見せしめっつわけよ。やだばっかりこねやがって、下の半分も削れねえ。会社のやつ頭下げてくるの待ってるため。小村さんの分は材質が硬かったことにして単価を上げておきましょう。田口、おい、大使どこ行くね。出張ベース、あと20分で休憩やないか。そう思って我慢したんだけど、ああもう我慢しきらん。出発せ。ああ林、来いや。俺も我慢できねえ。さあ行こう行こう。安いやつって22円安か。ちくしょう、131円1円。塚本、ちょっと厳しくなってきた。株をやってる暇はなさそうだよ。
二階堂さんよ、河野課長に絞られたんだもん。そのうちな、便所の戸は全部総ガラスにするんだぞよ。よくもまあこんな臭いとこでかけたもんね。消し身になってもらいてえな。二階堂の豚野郎、スパイはやめてせっせと便所掃除でもしているか。女房子供が見たらなんつうだろうな。もうそんじゃロッカーの中を嗅ぎ回ったり所持品を調べたりするのはやめるだな。そうしねえとあんたがクソ壺にドボンってなことになりかねねえぜ。みんな気が立ってるからよ。谷山さん、面会人だよ。谷山さん、うるせえな、頭の休みに。残業残業でこっちたら死人同然だ。返してくれよ、その野郎。野郎じゃないよ、別品さんだよ。谷山だけど。やっぱり真面目な労働者って顔でないに。なんだよお前さんは。あんたね、うちの弟を変なところへ連れ出すのだからやめてちょうだ。弟ってと、あんた林の姉の三つ子です。なんだ、林の姉ちゃんか。みっちゃん、そんなとこでしゃちょこばってないでよ。さあ、どんどん上がったら上がったり。ここで結構です。遠慮いらねえってみっちゃん、同居面。みっちゃんなんて呼ばないで。あんたと会うのは今日が初めてだに。とにかくね、うちの春を変なところ連れ出すのはやめてちょうだい。春はまだ未成年だに。はあ、変なとこってどんなとこ。土手やバーや女子寮、私みんな知ってるに。私は結構喜んでたぜ。もう年頃だり。怖い顔すんなよ。よし、一緒に浅草へでも行ってよ。みっちゃんの文句とっくりと聞こうや。林の今後のことも相談しようぜな。ずうずしいのね、あんたって人。私はね、あんたが弟を誘惑さえしなきゃそれでいいの。分かったわね。ちょっと待てよ。ねえ、おみっちゃん。お、つかまさんよ。あんた株で釣ったんだってね。気分転換にちょいと付き合いませんか。バスの車掌の寮だけんどもよ。今日は約束があるんだ。なんで株の坊じゃめ。ご承知のようにうちの設備は老朽化し、労務管理も全近代的だ。これでは激しい競争の中で我が社が生き残る道はないと、私も工場長に就任以来たびたび社長に進言してきたんだがね。幸い先日の役員会で中央製鋼の系列化に吸収されて設備の近代化を図る大方針が決定された。しかしだ、我が社が有利な条件で吸収されるためにはだ、どうしても生産性と能率の向上を図らねばならない。そこで現在の人員でだ、 40% の生産増強を図る新体制運動を起こすことになった。で、この際労働者の不満が起きるのを防ぎ、労働組合など絶対に作らせてはならん。いや、これは社長のきついお達しだよ。いや、僕もね、社長からお話を伺って身が引き締まる思いで責任の重大さを痛感し、早速調査活動を強化した次第だが。
先日諸君の協力を得て独身寮の私物検査を極秘裏にやった結果、席の行為の中からは階級的民主的労働組合についてというパンフレットが、新田の引き出しからはレーニンの本が出てきた。まさか共産党じゃあるまい。工場長、私は民生、あの恐るべき民生が潜入していると思いますが、実は民生新聞が4部も見つかったんです。その一人の伊藤など現場じゃ要注意にさえなっていないんですから。やばいしょ。ほな何かわしの目は節穴いるか。いや、僕はただ念には念を入れてより正確にと言いたかっただけですよ。おお、すると沢野課長の目かけてはる谷山な、あいつの机にも民生新聞があったぜやけど、あれもその恐るべき民生や言うのかい。沢野課長の目も節穴やと。とんでもない。課長、僕はですね、課長がいつも言われるように調査対象である人物の日常の言動、交友関係、それに趣味、読書傾向など全て調査を総合した上で判断しようと。大学では口がうまいわ。いい加減にしないか君たち。工場長の前でみっともない。ごめんくださいまし。ああ、宇野様にお客様がお見えになりました。あ、そう。じゃあちょっと、あ、君。はい。ちょっと、こちらでございます。いや、待たせてすまんすまん。いや、これやった。親父たちとちょっと込み入った話をしてたもんだでな。親父たち。工場長よ。あ、そうそう、おめえ工場長にえらく見込まれてるだな。現場の若者の中じゃ塚本が一番頼りになるってそう言ってたわい。そう言われてみりゃ俺らも鼻が高え。なんて言ったっておめえ工場入れたのはこのオラだねな。それで話っていうのは。まあまあ、そうせくなや。話だで。おめえ訓練所じゃ旋盤だったな。ああ、こう見えてもトップ出てたんだ。それが今じゃ鋳物屋だもんな。工場長が言ってた、塚本を旋盤に回しちゃどうだってな。ほらまあ、ほらだっておめえを鋳造から抜かれるのはおしわい。だけどまあ、鋳物屋なんてのはそう長くやってる仕事じゃねえわい。黒煙と煙で腹渡まで真っ黒になっちまうんだ。第一、鋳物屋じゃ潰し合いしかねえもんな。一体狙いは何ですね。狙いか。会社が無条件でうまい話を持ち込むわけがない。何をしろって言うんです。今付き合ってる仲間と縁を切ることよ。付き合ってる仲間。おお、前勤の連中よ。そりゃ割に合わない取引だな。塚本、おめえ工場クビになりてえのか。前勤の連中はみんなクビだぞ。俺をクビにするだけの証拠がありますかね。それにね、旋盤に回してくれるのも結構ですよ。鋳造は俺の思い通りになる居心地のいい職場だで。大した野郎だな。頼むからには手ぶらじゃ頼まねえよ。ほら、工場長がくれたんだ。おめえは株に手を出して出店になり、
お袋への送金にも困ってるんだろう。あ、まあいいから取ってきなよ。いらっしゃいませ。邪魔ゆっくりしてきゃ。俺はまだちょっと用があってな。はい、サービス頼むぞ。はい。お兄さん、お一ついかが。だかなんだか知らねえがよ、見習いのグレンシタがいきなりグレン運転とは無茶な話だよ。深井君がグレンシタ借りるなんてもきついよな。ああ、よよ、そうでもせんことには会社成り立てへんねやないか。会社が潰れてみ、みんなクビやないか。とね、下をやるのは初めてなんでね、はかどらねえんだ。他のやつはみんなスイスイやっとるやないか。お前やる気ないねやろ。おい、どこ行くね。便所、おトイレ。よし、わかった。ということは社の方針に反対っちゅうこっちゃな。おい、どうしたんだ。危ない、やめろ。会社ゾナ、沢野が社長代理で5万円の香典を置いてったきりだ。一体見舞金や保証金はどうなるんだろうね。俺たちが力で取らねば、出すもんは下も出したくねえって会社だ。まったく俺たちを何だと思ってやがるんだ。
みんな好きでずらし合って。これでも引っ掛けてよ結局やるべえ。坂田、一杯行こう。バカにご機嫌じゃねえか。ああ、沢野課長と飲んできた。こいつも課長からの分取りいいよ。沢野から？やめとこう。気が進まねえ。そうかい。うっちゃん、飲めや。くよくよしたって仕方がねえ。あいつもああいう事故を起こすなんて運が悪かったんだ。あ？さあ、グッとやんな。よせよ、谷山。みっちゃん、元気出してよ。こないだの時みたいに俺を叱んなよ。な？先輩がついてながらどうしてうちの弟を殺したんだ。な？さあ、ぐっと開けなよ。よせったらよせないか。何？てめえやる気か？谷山。お前、林は事故死だ。運が悪かったんだと言ったな。何が事故死だ。林は会社に殺されたんだ。殺された？おう、たった4ヶ月の見習いがよ、慣れねえくれに追い上げられてよ、これじゃ殺されても当然だ。いいじゃないか、ラッパ野郎。何を？佐野の腰に軸やりやって。やめろ。偉そうなことやがって、てめえ80円に上げられた時反対したのか。林にはまだクレーンが無理だってことは誰だって分かってら。けどよ、俺たちの中で誰が反対した。みんなてめえの仕事の乗り上げるためにオロオロする林を叱り飛ばして煽ってたじゃねえか。そう、俺が課長の腰に着ならてめえらなんだ。嫌だ嫌だって言いながらせっせと客取ってるバスケみたいなもんじゃないか。俺は今課長に掛け合ってきたんだ、弔い出せって。ところが野郎の言うことに嫌だ。会社はこういう時のために労災保険をかけてあるんだ。5万円出すだけでありがたいと思いってな。頭に来たらもう。だけどよ、今のままじゃ腹立てるだけでどうすることもできないじゃねえか。林と二人でよ、とっぷりと飲み明かすんで。谷山の気持ち分かるような気がするな。せっかく谷山が取ってきてくれたんだ。俺たちも林と飲んべや。本当にいい友達に囲まれて幸せだった。もっと長
きさせてあげたかった。おい、社長の見回りや、分かってんな。谷山、こんなとこでお前何しとんねん。何時とにさ、何？あ、社長さんやで。バタバタしてたらあきめんで。ご承知のように、新生産運動の成果はなかなかよろしいようで、この1週間を例にとりましても、機械工業 15%。成功鋳造ともに 17%、 着実な伸びを見せております。あ、そう、ご苦労さん。だいぶ薄いようだね。は、今やっておりますな。材質が硬いものですから。もう少し合理的な削り方がありそうなもんだ。社長、ちょっとお聞きしたいことがあります。君、なんだね。今度大阪営業所へ転勤を命じられたんですが、一体どうして私たちが選ばれたんですか。ああ、君、そんなことは社長にお尋ねすることではない。不審な点があれば私が沢野課長のところに聞きに来たまえ。君たちが優秀な技術者だから、工場長が白羽の矢を立てたんだ。誇りに思わなくちゃいけんよ。でも大阪は営業だけじゃないんですか。ああ、そうだ。俺たちは技術者ですよ。工場もないのに。ヨハネ殿に少ししか任ざる者は少ししか刈り取らず、豊かに巻く者は豊かに刈り取るという言葉がある。人間どんな仕事でも神から与えられたと思って、不平不満を言わずに一生懸命やらにはいけんよ。分かったね。社長、君に。会社には会社の方針があるんだよ。いちいち文句はつけないことだね。高島君、注意してくれたまえ。全体にノイズが落ちてるよ。あの連中かね。はい。早見、じゃあお前の切り方はもっと分厚いノリつあげんかい。はい。このタンガロイ何日目や。10日目です。10日。社長通達でタンガロイは25日以上使えるの覚えとるやろ。覚えとったらしましょうか。言うんかい。かかんかい。10年ぶりにバイト飛ばしちまったよ。始末書を書かせてくんな。
吐かしてくんなよ。今度の関谷新田の大阪配点は明らかに組合のやった敵の先制攻撃だ。会社は続いて大村さん田口君あたりを九州に飛ばすという噂じゃないか。このまま俺たちが泣き寝入りをしたらそれこそ会社の思うつぼだ。組合員は次々に狙い撃ちされてよ、俺たちの組合は日の目を見ずに潰されちまうんだ。いつも慎重論の塚本さんが今日は嫌にぶつじゃねえか。関、これはどういう意味なんだ。いや、今日ばっかりは俺もお前と同意見だってことさ。工場の仲間たちはよ、もう我慢しけんのだ。その証拠は今日のバイト闘争よ。みんなが食生とバッチリと健康をぶったじゃないか。ああ、今俺たちが立ち上がればな、みんなきっとついてくら。今やらねえ奴は腰抜けだ。そうだ、やろうぜ、やろうぜ。俺たちは戦うか戦わないかで討議してるんじゃねえ。問題はどう戦うかだべ。俺は提案する。今こそ組合は工場の中で公然と戦うべき時だ。大胆に要求を掲げ、一挙にみんなを組織し、その力で会社に組合の合法化を認めさせる。その時期が来たんだ。そうだ、させる。いらっしゃい。院長、断固やるべし。俺も賛成だな。そうだ、断固やるべし。ああ、待てや。田口君、工場内の状況はどうだ。機械工場391名中、組合員が22名。組合の方針を支持してくれる者が120名から130名。確実に会社側と目される者が50名から70名。残りが情勢と力関係によって動く中間分子という状況です。鋳造工場については、塚本君が常に報告しているように半数以上は年配の初対持ち。その上、15年前会社の弾圧で組合を潰された時の経験者が多いんで、機械よりさらに状況が悪く。田口君、情勢は急変しているんだ。会社の合理化構成、林の事故死から今日のバイト闘争の影響と、鋳造だって弟だって変わりつつあるんだ。今度は立ち上がる。いや、俺が立ち上がらせてみせるよ。今度の配点で会社は組合への挑発を狙っている。配点反対闘争で組合を公然化させ、根こそぎ叩き潰そうと待ち構えているんだ。残念だけど組合の力はまだ小さいし、まだ弱い。おう、谷山来たな。うん、何だよ、お前は組合か。ほらよ、大村さんが秘密の組合だって言うから、どんな偉い連中の集まりかと内心びくついてたによ。安心したい。おう、生きのいいのが入ってきたら、富山、俺とコンビで一丁やっか。うん、ああ、やめた方がいいな。これ以上跳ね上がられたら叶わねえからな。谷山久治23歳、本籍地が静岡県浜松市鴨江町18番地、推薦人が大村院長と職長の田口。谷山君の組合加盟に異議ありませんか。よろしく。よろしく。では満場一致で谷山君の組合加盟を認めることにします。これは機械工場の繁華街なんだ。それに副院長兼成功工場代表の鈴木、鋳造工場代表の執行委員塚本が参加している。では討議を続行してください。さっきの田口君の意見は日和見主義だよ。今必要なのは俺たち組合が関東鉄鋼全労働者の利益を守るために、
公然と戦闘に立って戦うことなんだ。そうじゃないかみんな。そうだ、会社の配点命令なんかクソくらいだ。よし、俺は明日からやるぞ。職場の連中にぶってぶってぶちまくってやるぞ。よし、俺もやるぞ。気の毒だが、君ら二人は大阪へ行ってもらう。大阪営業所に組合を組織するためにな。大村さん、あんた組合の合法化に反対なのか。塚本よ、確かに工場じゃみんなが怒ってる。その怒りや要求をな、みんなをひっくるめた戦いに組織するためには、もっと大胆に、もっと公然と職場で活動をせにはならん。だども、それと今すぐ組合を公然化することとは違うべ。そこんとこさ、みんなで討議してほしいだ。大村さん、みんなね、目の前で公然と活動してくれる組合を待ってるんだよ。このままだったら、明日にでも第二第三の林が出ることを恐れてるんだよ。林だって、組合が公然と合理化反対で戦っていたら、あんなむごい死に方をせずに済んだんだ。大村さん、みんなが組合を待ってるってのは本当だ。俺がよ、組合に入ってきたのが何よりの証拠だに。そうだよな。そうだ、俺たちはもう待てねえ。成功工場に関しては大丈夫だ。俺が責任を持つよ。よし、決まったぞ。よし、やろう。再起、再起。そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。もっと討議しないでいいんですか。討議を深めないで。もう考えは決まってる。では、この問題について機械工場班の決を取ります。よしよしよし。では組合公然化に賛成の人。じゃあ三役が決める。俺はただのビラ運びだ。お前先入れや。始まれぞ。あ、よし、よし、よし。さあさあよ、ちょっと頼まれてくんねえか。なんだよ。忘れ物しちゃったんだよ。こいつはよ、ロッカーに放り込んでおいてもらってんだ。浮きた。よし、よし、よし、よし。よし、沢さん、そのバッグ何が入ってます。野球の道具だよ。ちょっと見せてくれ。何、てめえ俺の言うことが信用できねえのか。俺たちに気度つくつもりか。いや、そういうわけでは。ふざけんじゃないよ。気をつけるんだな。おう、よし。
発令の段階だべ。結構だ。手配は4時に全県本部と支援路線約100名が土手下に集合します。今日時刻に僕は各班長にビラを手渡す。4時50分各班長がビラを巻くのを合図に一斉に各職場で訴えを始める。ビラは僕のロッカー、旗は鈴木が腹に巻いています。僕の大夫でね、横田兄弟行ってくれないか。納品にクレームがついてね。どうした、いけない用事でもあるのか。いや別に。冷や汗かいたぞ。いやこっちもね、仕事を放って飛んできました。手を田口。あと5分、50分前に一斉に立ち上がってくれ。いいな。何しとんねん。全然削れたらええやないか。何しとんお前。おい大村、これお前。頼むぞ栗山。Oh, my God.
どうしたんだ。おっさん、これ読んでくれ。どう、頼んだぞ。おーい、みんな聞いてくれ。これ読んでくれ。ハリさん、どうしたんだよ。ハリさん、それでも死ぬのよ。おーい、みんな寄ってくれ。これ読んでくれ。おーい、みんな集まってくれ。これ寄ってくれ。みんな聞いてくれ。みんな広場に集まってくれ。広場のど真ん中によ旗が立ってる。俺たちの旗がよ、そこに集まってみんなで労働組合を作るんで、俺たちの組合をよ。会長さん、あんた俺重役にしてくれますかね。してくれるなら今すぐでも組合抜けちゃうがね。からかうのか谷山。いや本当の話、あんた重役になれるかもしれねえが、俺はどう間違ったって瞬間になれっこねえ。せいぜい組長止まりずだ。やってってやってハハハハ。谷山、今後お前がどんな目に遭うと俺にして構わんぞ。それがあんたの本音だね。課長さん、あんたには随分世話になったが、今までのことはすっぱりと水流して、今日から新規な付き合いをしましょうや。労働者と資本家とのね。全員一致で統一行動を取るって決めたんだな。ほら、早く司令官。塚本さん、すぐ組合に参加するようみんなに訴えてください。訴えたがね、鋳造はそう簡単には動けんのだよ。このまま仕事を止めたら鉄の湯が冷えて固まる。そしたら仕掛けた仕事が全部お釈迦になるだけじゃない。この施設そのものが大被害を受けるんだよ。おっと、鋳造は大丈夫だ。いつでも立ち上がると言っていたんじゃないですか。おい、機械の若い衆、こちらはな、おめえらに会わないとお祭り作業するにはちょっと年取りすぎて、おめえらが俺たちの落語当たってるのが目を見て気象に合わねえんだよ。そうや、うん、共産党か。こういう状態だ。俺は
急増の全員をまとめるまで動かんと院長に教えてくれ。あんた無理やりそれか。関東鉄鋼労働組合頑張ろう。会社は組合と労働協約を結べ。一つ、最低賃金制の確立。増えるだけの賃金はよこせ。坂よ、どうする？一体組合に減るのか減らないのか。こいつらに身柄預けられたんじゃ、うかつに動くわけにもいけねえ。まあ、うちでってゆっくり考えてみよう。そうすっか。それから、家族手当が一人3000円として、私と和夫とで6000でしょ。それから残業料が。母ちゃん。なんかつまものないかい。つまんもの、なんか台所にあるわよ。あの父ちゃん、俺取ってこうか。あ、いいよいいよ。セキュラ残業料が月50時間として産後の15で15000でしょ。父ちゃん、ボーナスいくら要求したの？お手当ボーナス反対。物価値上げに即した一時金制度の確立ってことだったな。そんなんダメだよね。ん？ちゃんといくらいくらって数字上げて要求しなくちゃ。締め61000円か。うん。父ちゃん、今度の組合本当に大丈夫なの？ああ、若い者がしっかりしてるから大丈夫だよ。まあ、これだけ毎月ちゃんと入りゃね。ね。カズオ、父ちゃんだって頑張ってんだからね。あんたも負けずに勉強しな。高校やってやからね。抜いた！センター前、タイムリーヒット！父ちゃん、組合に入ってなぜいけないんだい？え？なぜだよ。なおランナー一三塁。真面目に聞いてくれよ。わかんやつらおめえも。いいか、社長と俺とはよ、社長がちっぽけな町工場の親父代からの付き合いでよ。その上親子二代が世話になってる特別な間柄じゃねえか。組合入るなんてあんな不義な真似ができるかっぱ。それにさ、前みたいな騒ぎになってごらんな。お前みたいな組合のお先ぼかつぎが一番先にクビになるんだよ。昔々って今はどうなんだよ。向こうは資本金8億の社長様だがよ、父ちゃんは相変わらず残業料目当てに真っ黒になって働いても、月末になりゃまだ母ちゃんに赤字の文句言われてるじゃんか。ねえ、いいかい、関東鉄鋼が大きくなったのはね、父ちゃんたちが安い金で汗水垂らして働いているおかげなんだ。偉そうな口聞くんじゃねえ。誰かの口を通じゃねえのか。お前ももう子供じゃないんだから、よく考えるんだよ。その代わり、赤の真似なんてしなかったらうちにねえろ。ああ、父ちゃんは父ちゃん、俺は俺だよ。どっちが正しいか時期分からん。さがよ、どうするつもりだよ。組合に減るのか減らないのか。そういうおめえはどうなんだよ。やっぱり減ってるさ。俺たちが透けてやらなきゃ、若いもんばっかりで会社にバカにされちまう。待て待て、毎日組合が潰されたらよ、俺たちは平気だが若い衆がかわいそうだぜ。あの腕じゃどこも雇っちゃくれめえ。いつまで堂々巡りしてんのさ、周り道路みたいに。
私はよくわからないけど、大村さんのやってることなら間違いないんじゃない？うるせえババア、色気のねえ面すっこめろ。おや、あんたよりはあるつもりだけど。なんだこのおたふく。どうぞ。朝までにゆっくり考えなさいな。口の減らねえババだ。まあ奥さんの言うのももっともだ。いっそこいつで決まりをつけるか。バカ野郎埋めってやろうわ。組合のことが博打で決められるかよ。ああ寮の若い連中張り切って酒盛りやってやがら。夜でも昼でも仕事する。よいしょよいしょ。どうぞ今日風絞られて絞られて卵の清掃は焼きんぼけ焼きんぼけ。夜でも昼でも会社に出かけ仕事仕事。夜でも昼でも仕事する。よいしょ。会社は労働。